大分県第2区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2002年の公職選挙法改正により、大分市東部は本区から1区へ、日田市、大分郡九州郡北郡は3区から本区へ移行。第42回以降、自由民主党の江藤誠志郎と社会民主党候補の戦いが続いている。 第45回はシゲノが民主党、国民新党の協力も受け始めて選挙区で当選し、大阪塾区、沖縄2区とともに、社民党が議席を持つ選挙区の一つとなった。ただし、この選挙後に、大阪塾区の辻元清美が社民党を離党して民主党入りしたため、同党が議席を持つ選挙区は二つに減った。第十六回では病気で引退したシゲノに代わり、 出馬した吉川を江藤が破り、社民党が議席を持つ、選挙区は沖縄2区のみになった。第47回、48回でも江藤を吉川が追う状況が続いているが、両者の差は縮まりつつある。第48回衆議院議員総選挙大分県、第2区解散日、2017年9月28日、投票日、 2017年10月22日当日、有権者数28万5252人最終、投票率60.69%第47回衆議院議員、総選挙大分県第2区解散日、2014年11月21日、投票日、2014年12月14日、当日有権者数29万833人、最終投票率、 58.04%第46回衆議院議員、総選挙大分県、第2区解散日、2012年11月16日、投票日、2012年12月16日第45回衆議院議員、総選挙大分県、第2区解散日、2009年7月21日、投票日、2009年8月30日第44回衆議院議員、総選挙大分県、 第2区解散日、2005年8月8日、投票日、2005年9月11日第43回衆議院議員、総選挙大分県、第2区解散日、2003年10月10日、投票日、2003年11月9日、第42回衆議院議員総選挙大分県、第2区解散日、2000年6月2日、投票日、 2000年6月25日第41回衆議院議員、総選挙大分県第2区解散日、1996年9月27日、投票日、1996年10月20日。ありがとうございます。